のレールに乗らない自分を貫く人生を、ハリー村長だぽい、ふさこだぽい。こんにちは。こんにちは。はい、ふさちゃん、今日は何やるが。はい、今日はこの見事に熟した柿を使って柿プリンを作ろう。このチャンネルではハリー村の楽しい生活をお届けしています。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よっしゃ、はい、じゃあやっていきましょう。やっていきましょう。はい、まずあれか、剥くのか。はい、柿を剥いてミキサーかけて、うん、2対1で牛乳と混ぜて終わり。うん、で冷やす。なんか器持ってきてくれたやん。あ、持ってきたよ。それ紹介しよう。はい、はい。この柿プリンを作って、こういうあのグラスに入れておやつに食べます。そうやね。はい、はい、じゃあ行ってみよう。はい、じゃあ俺ちょっとあの手洗ってください。はい、衛生面ね。学習したね、うん、黒になるという。まあ無消毒の柿です。うん、はい、手を気をつけてね、切らないの。あ、こっち、縦に切るかね。なるほど。これゴミ、あ、そこにゴミに入れる、うん、皮を。言うたら柿のさ、うん、皮も入れてみたら面白いかもしれないよ。え、どんな味になるかやろ。これも危ないな。はい、そこ危ないな。うん、ここ、うん、はい。骨は取るでしょ、さすがにミキサーでやるから。だから種発見しないといけんね。そうね。ちょっと難しい。あ、まな板、うん、ありがとう。それはあの一時的に置いたっていうことですけど、はい、あ、その方がいい。そういう風にスティック細かく、うん、大きさで混ざりやすいかなと。ちょっと種取ったらほとんど残らなかった。そう、あ、すごい、なんか熟し中ね。そうよ、ね、うん。サンマじゃないけど、なんかサバキ。サンマ？ああ。サバキような感じです。そうやね。ようちゃんの。うん。かわやき。美味しかったよね。うん。結構美味しかったね。皆さん、サンマのかば焼きの見てくださいね。見てくださいね。ようちゃんの。結構細めにするしてからやってる。うん、3等分して3等分4等分して柿を、はい、それでなんか細かく切った。4等分からのからの細々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 、まあ、そう、うん、皮むいて皮むいて、
珍しい。あ、1個だけあったか。うん。いやもう全然言っていいと思う。いやむしろあの減らしたいんです。え、これ食べたいです。どうぞ、はい、普通に召し上がってください。いただきます。うん。うん。うまい。うん。うん。美味しいです。まあほんまにこんなにたくさん柿がねもらえるだって想像しなかった。人生で一番柿もろた今年。いやもろた。2020。新記録達成よ。新記録が出たね。だってそう。いやもう下手したらね、5、6、10個。ああ。いやもっとかもしれない。80ぐらいもらってるかもしれない。渋柿も入れたんで。市場に100個いく可能性ある。いやもう終わるやん。そうか、うん。そうか、すごいね。80個ぐらい。もらったかもね。もらったと思う。うん。本当にかけねえなしで。素晴らしいです。ね。恵み。そして、そしてあの日高村の皆さん。皆さんの温かいお心。ほんまほんま。本当にありがとう。ありがとうございます。美味しいんだよ、本当にね。うん。うん、美味しい。また食ったろ。いやいや、いいんだけど。バレた？うん。なんかこれ種の周りとか食えばよくない？うん、そうやね。うん、おいしいね。おいしい。うん、そうやねみたいな。そうやね。すいませんピン。すいません。あ、そうだね。もうなくなるからね。プリン作る気ね。うん。いや、まだあるけどね。持って帰りな。うん。十分なのかな。まあ2回混ぜてもいいね。そう、種があるとラッキーっていうことや。あ、そうな。食べれるから。うん、そうやね。種があったら食べていいってこと、うん、種の周りね。そうじゃない、普通のとこじゃないね。普通のとこはプリンになるきね。そうです。この間から大阪からね、ほら、YouTuber が来よったやつか、あの時にそうそう、種なしでねとか言うたのがすごい記憶に残ってて。柿食べた時やったかね。そうそう、うん、ね、そうだね。うん、よいしょ。あ、これない。うんうん、うん、共にある。あるある、うん、あります。いやー、すごい量だ。いっぱいあります、柿。木枝付きあったね。うん、
ね、午前中は収穫どうやった？うん、収穫、うん、楽しかった。そうね。うん。いっぱい取れてね。そうね。うん、いやなんかねびっくりするんだよね。思ったよりこんなあるんやみたいな。うん。うん、ねえ。そう。なんか畑になってるとね、うん、結構あの一部かみたいな感じで、うん、そんな量ないのかなみたいに思うんやけど、うんうん、実際収穫してみると、うん、ね、コンテナいっぱいね、うん、なったもんね、うん、本当にたくさん取れましたね、ありがとうございます。ございます。誰に教えてあ、教えてくださってる師匠に、うん、師匠に、そう、本当はその通りです。本当に、うん、頭が上がりません。はい、今日も伸びたきね、またグイグイと、うん、人参さん、ね、大きくなるのが楽しみやね。そうやね、うん、ハクさんもね、間引いたし、ハクさんも結構いけると思うよ、俺、うんうん、納豆スプレー導入したら、うんうん、よ、今度納豆スプレー企画やろ、うん、うん、種出たが、うん、ラッキーさん、うん、あ、種出たよ、これ食べてやつやろ。いやいや、全然そうなの。種の周りは食べていいやつやね、これ。まあ、そういうことやね。うんうんうん。うん。うん。おいしいです。はーい。おいしい、いただきました。おいしい、いただきました。甘くておいしい。ウソちゃん顔は見えへんけど、あ、ほんと、うん、で角度調整するかな。うん、あ、いやこれやな、うん、うん、これも時間大丈夫、マジ導入しよう。しよう。はい。はい、皆さんどうでしたでしょうか。楽しかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。はい、それでは皆さんまた明日お目にかかりましょう。青年よ、ビジョンいだけ。ハリー村長でした。サコでした。バイバーイ。バイバーイ。